で、まあ、じゃあ具体的なステップは何なんだっていうことになりますけれども、そもそもですね、まあ、具体的なステップに入る前に、その検証方法についてあらかじめお伝えしたいと思います。これは私は最強の検証方法っていうふうに名付けてます。まあ、なんでかっていうと、まあ、そもそも検証方法を知らない人が大変多いわけです。そもそも。で、検証が必要だってことも分かってないわけですよね。普通に発声練習すればいいんでしょっていう感じと思うかもしれないんですけど、違うんですよね。この検証方法を知らないとダメです。検証ってのは何か、フィードバックです。フィードバックをもらう、もしくは自分自身にフィードバックを与えるということですね。で、なんで最強なのかって言ったら、例えば、昔ですね、マイケル・ジャクソンっていう、まあ、有名なポップシンガーがいますけども、世界的な。マイケルがなぜあの時代飛び抜けた存在になったのかっていう説は、まあ、いろいろありますけれども、一つ非常に納得がいく説として、お父さんがですね、ジャクソン5がテレビに出た映像を毎回必ず見せてたんだそうです。で、当時はまだテレビ自体がね、ビデオ記録っていうのがない、ほとんどない時代ですから、そういうことができたっていうのは、まあ、スターだったから特権だったっていうのもあるんだと思いますけれども、外部からここのこういうお前の動きがダメなんだ、声がダメなんだっていうのをこうフィードバックを与えてたわけですよ、幼少のマイケル少年に。で、それをずっと繰り返してきたわけですよね、マイケル・ジャクソンは。そりゃあね、飛び抜けた存在になりますよ。他のその時代ね、ほとんどそういうことやってませんから。音だけだったらやってたと思いますけれども、姿までね、全部やってたそうですから、それは理にかなってますね。で、あとは山崎ひろこさんという、NHK 講座でも、一時講座を持って結構話題になって、その後本を2冊出された、声の研究家で啓蒙家の方がいらっしゃいますけれども、声の可能性について啓蒙している方ですね。その方がですね、この方法をと、この方法、今からお伝えするこの検証方法をでもって、これさえあればボイトレいらないっていうふうにまで断言してるんですよね。で、私はそのボイストレーナーいらないっていう点に関してはちょっと複雑な気持ちになりましたけれども、いやいや、そうは言うけれども、で、私もこの方法を、山崎さんの方法を、全く同じ方法を指導してるけれども、やっぱり一人でできれば誰でも苦労しないんですよね。だからそこにボイストレーナーの存在意義があるっていうふうに思ってて、それはご本人にも伝えたら、いや、本当おっしゃる通りですと。でも、なんで私がああいう書き方をしたのかっていうと、ものすごい傲慢なボイストレーナーが非常に多いと。特に声楽、クラシックの世界では非常に多いっていうことを言っていて、ああ、なるほどね、だからそういう、ああいう強い言い方をされてたんだなっていうのは、後で納得しましたけれども。まあ、山崎ひろこさんは今からお伝えする方法を使ってですね、そのフィードバックを自分に与えるっていう方法を使って、で、それだけじゃなくてですね、彼女の、優れている点は、その声の中に自分の好きな要素、自分自身が好きだと思う要素を拾い上げる。それだけで十分だっていうことを言ってるんですね。で、私は本当にその通りだと思います。で、それをやっていくってことですね。そうすると自分の好きな声を出している状態を自分の身につけることができますので、それを繰り返していくと。好きな声をひたすら聞き返す。で、出してみる。聞き返す。自分が好きだと思う声を常に出し続けることができたら、相当メンタルにも体にもいい状態ができますし、声にもものすごいいい状態が現れます。ただし、まあ、それだけだとちょっと足りないだろうということで、そんなに人間は強くないっていうのはよく私は分かってますので、まあ、そこに、さらに声の大学では付け加えたものを提供いたします。あとは自分一人だけだとやっぱりね、限界があるんですよね、どうしたって。なので、そこをさらに深める方法もお伝えしたいと思います。まあ、偶然山崎ひろこさんが提唱した方法と私が提唱した方法がほぼ重なっていたということで、私自身大変びっくりしたんですけれども、同時に、まあ、この方法が非常に整合性が高い、実績がある方法なんだっていうのを改めて感じたわけです。
で、私自身の経験としてですね、私自身もそうだし、発声指導した経験でも、この方法がベストだなと思っています。で、なんでこれができるのかっていうと、まあ、繰り返しになりますけれども、本来、ホモサピエンスという動物はですね、ホモサピエンスという動物は人に、声を伝えるっていうことがそもそも機能として持ってる生き物なんですね。これができないと死ぬわけです。伝わる声をそもそも持ってるんですよ。で、そのポテンシャルっていうのはそもそも野生、自然の能力ですから、ホモサピエンスが自然に獲得してきた能力なので、もしくは自然の力でそういうのを獲得させられた、与えてもらった機能なので、それはね、すごいんですよ。自然の機能ってのは本当に無駄がなくて、すごいパワーを持ってるんですけれども。まあ、ただ、現代っていう、特殊な環境で生まれ育った我々にとっては、その野生の力っていう、自分自身の中にある野生とか自然の力っていうのがすごい分かりにくくなってるんですよね。簡単な例えで言うと、動物園ありますよね。で、その中に、まあ、野生の動物を入れると、もしくは、動物園で生まれた動物をその中に入れると、野生味がなくなるわけですけれども、それでもなんか野生の凄さは、はい、あるわけです、多少は。人間も同じ状態です。人間が厄介なのは、自分で檻を作って、自分でその中に喜んで入って快適だって言ってるわけですよ。で、それによって本当に大事な野生の力とかが自分で減らしてるってことを分かってないっていうのが非常に厄介な問題なんですけどね。このボイトレではまあそこの野生の力にフォーカスするっていうことを中心に置いています。じゃあ具体的に何をやるのか。撮影ですね。できる、もしくは録音できる機器を用意します。今は幸いなことにですね、iPhone やスマホが非常に高機能になって、しかも手軽に手に入れることができますので、それを使います。カメラでも結構です。で、自分が発声練習をするとき、声を出すときにですね、これを自分で自画撮りして撮影します。もしくはペアを組んでる人がいたら、その人に渡して撮ってもらいます。できればペアがベストです。誰かですね、自分のボイトレに付き合ってくれる人と、ペアを組んで、その人に撮ってもらうのが一番ベストです。で、声を出した後にですね、撮影してもらう、声を出す。で、録画を止める。そしたらですね、まずはですね、今出した声の中で自分の好きな点。その時に、まあ、声を出している時に自分の声をしっかり聞いてないといけないんですけれども、その声の中でですね、好きな要素をまず書くんです。記録することが大事です。これは本当にね、書いた方がいいですね。で、次に良かった点を書きます。自分の目標に対してできた点を書いて、まあ、良かった点と書きましたけども、できた点ですね。で、最後にその目標に向かって、じゃあ何を次に改善して、具体的に次の2回目の声を練習するのかということを決めます。なぜ練習するのか、目的があるわけですね。こういう声になりたい。もしくはこういう悩みを解決したい。で、今声を出すにあたって、とりあえず出してみる。で、それを録音しておく。で、今の声で好きだった点をまず書く。で、次にですね、目標に対してできた点を書く。で、最後に改善点を書きます。この順番がめちゃくちゃ大事です。なんでこの順番に書いてるのか。この順番が大事だからなんです。というのは、我々の既存の教育ではですね、まず C の改善点から挙げることを言われます。もしくはもっとひどいですね、ダメ出しをさせられるんですよね。ダメだった点挙げろと。演劇の人とかが本当にこの方法、このフレーズが好きなんですけれども、私この言葉大嫌いで、というのはなぜ嫌いなのかっていうと、ただ嫌いなわけではなく、ちゃんと理由があります。なんで嫌いなのかというと、発声指導する上では、これは理にかなってないからなんですよ。なんでこの順番でやるのか、発声指導で一番効果が高いからこれをやるわけです。一番高いんです、この順番でやることが。で、リハビリの現場とかでですね、理学療法士さんが、この方法でやるんですよ。まあ、理学療法士さんの場合の A の好きな点っていうのは言わないですけれども、良かった点と改善点だけしか挙げないそうです。ダメだった時はどうするか、スルーするそうです。もう一回やろうかっていうだけだそうです。
というのは神経学的にですね、この良かった点を指摘してあげて褒めてあげる、報奨系の刺激を与えるという専門用語がありますけれども、褒める刺激を与えるとの神経はですね、今までやったことないことに対して脳の回路ができてないので、もしくは本来ある回路が薄くなってしまっているので、いろんなアプローチを取ってくれるわけです。練習してると、この方法かな、この方法かな、 C かな、 D かなみたいな方法をいろいろ試してくれるので、それに対してこれだっていうことに関しては報奨系の刺激を与えることで、その神経のつながりを太くするっていう効果があるんですね。逆に言えばですね、報奨系の刺激を与えることをしなければ、ずっとこれを繰り返していくだけなんですよ。ずっと、だから全部がこう強くなるのかもしれないですね。それ無駄ですね。だからこの順番が必要なんです。特に良かった点 C、改善点。で、なんで好きな点を一番最初に上げていくのかっていうと、自分が好きな声じゃなかったら苦痛でやっていけないんですよ。で、自分が好きってことは何かしら心と体に、心地がいいんですよ。理にかなってるんですよ。自分にとっては。必ず。で、これを繰り返していくと、自分が好きで、なおかつどんどんいい方に改善されていくわけですね。良かった点に関してもいろんな可能性があるわけです。いろんなアプローチの方法がある。自分がしっくり来なくても良かったっていう方法もあるんですよ。っていうのは出た声に正解がありますので。でも好きな点を加えていくと、自分のできた点、理にかなっている点の中でも自分にとって心地いい出し方を、ね、探していくようにできるんです。ちなみにですね、この好きな点っていうのはもう最近私の気づきとして付け加えた点なので、過去の竹村さんにもまだお伝えしたことなかったですね。この順番でやっていくということです。